おーい、恐竜出せるんかーい。ってことで、どうも、ワイドリバーです。いやー、勘違いしてたね、盛大に。私、初めてここの洞窟見つけた時、グラップリングフックが使えなかったんですよ、この洞窟。それだけでもう確認したつもりになってたんですけど、低音ポットは普通に使えるみたいです、このダンジョン。パート23とパート24で、ここ試練の洞窟に挑んで、どっちもボコボコにされてたんだよね。んでね、いただいたコメントをちょっと確認したら、あれ、低音ポットうんぬんかんぬん言って何言ってんだこいつって思ったんですけど、何言ってんだってのは私の方でした。てかなんなら、この後控えるさらなる関門のために、どうやら必須になるみたいなんだよね。ちょっとさすがにね、もうここの洞窟挑み始めてから準備含めて30時間40時間ぐらいやってるんで、これ以上はね、俺がアークを嫌いになりかねないということで、恥も外聞も捨ててね、いろいろ恐竜持ち込んで、ボコボコにしていきたいと思います。あそこの洞窟はね、昆虫が多かったということで、私ね、めちゃくちゃ強い恐竜、心当たりあるんですよ。でもちょっといけ、あ、いた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 。こいつ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 。メガテリウム。お、しかもレベルもいい感じ。135。オッケー、そうしましたら、こいつ早速テイムしていきましょう。こんねろー。あ、そうだ、いけね、忘れてた。ふぅ、許されたな。いやー、大変失礼しました。取り乱してしまいました。ほら、見て。めちゃくちゃ体力減ったでしょ。てか、メガテリウム今、一撃256ダメージ。サドルの上からでも食らわせたのわかる。サドルなしだと500ダメージなんだよね。バグじゃないよ。なんなら最初ダメージ260ぐらい与えてたと思うんだけど、いきなりダメージ50ぐらいになったでしょ。俺がメガテリウム今日捕まえに行く理由でもあるんだよね。ほらー、もう、体が赤いオーラ放ってるでしょ。メガテリウムの最強特性、バグキラーだね。昆虫種をぶん殴ると、メガテリウム特有のバフがついた状態になるんだよ。対昆虫に4倍だったかな？火力が乗って、昆虫から受けるダメージ、4分の1にするんだよね。頭おかしいでしょ。まあ、一応箱型バナ作ってあげて、その上でやっていこっか。よっしゃー、戻ってきたぞ。じゃあやるか。罠にさえね、はめてしまえば、軸を合わせようとして永遠に歩き回って攻撃してこなかった気がするんで、多分いけると思います。カマキリで。無理だったらおとなしく泣き寝入りします。よーし、こんなもんでいいかな。まあ、いつもの汎用箱型罠だね。では、そうしましたら、ほら、この野郎！はい、オッケー！これでよしだね。まあ、食らったらやばいけど、食らわなきゃいいだけだからね。えい。ほか。ほか。えい。全然ダメージ取んないんだけど。こんな感じでね、メガテリウムくんは、これもちょっと自信なかったんだけどね。狭いところに入れてあげると、ずっと一生軸合わせをしてくれるんで、一方的に殴ってテイムができるんだよね。よーし、テイム終わったぜ。オッケーオッケーオッケー、これでやっとリベンジができるぜ。オッケーオッケー、命令330、体力4500、まあ普通に使える水準だと思います。こんだけ能力値あれば洞窟の中でも困んないね。お、でこいつもいるね。ティラコレオ、こいつだね。俺が勝手にメガテリウムを洞窟攻略のお供って言ったけど、本来アークミンの洞窟攻略のお供と言ったらティラコレオだね。ティラコレオだね。オッケーオッケー、もののついでレッシュ、こいつもテイムしていこっか。んで、こいつは焼いた肉が大好きザウルスなんで、霜降りこんがり肉あたりでいっか。よーし、ティラコレオもテイム終わったね。オッケーオッケーオッケー。だいぶ時間かかったけど、今日の洞窟攻略セット揃いましたね。こいつがマジで強いんだわ。アークミンの相棒だね。んで、サドルもね、いい感じのクレート周回でゲットしてたんで、これ使っていきます。よーし、こんなもんでいいかな。オッケー、準備できました。ポンプショットガンを用意して、ティラコレオとメガテリウム。まあ、こいつらさえいれば大丈夫だね。そして、とある理由で、こいつら、堂々とガフンコフガシ、持っていきます。まあ、なんでもいいらしいんだけど、拠点にいた、いらない生物だね。よっしゃー、じゃあ、やってくぞ、リベンジ。お、そうしたら、まずは、アスレチックあたりのところまで、一度、ぬるっと飛ばしていきましょうか。
よーし、戻ってきました。んで、ここでティラコレオがめちゃくちゃ役に立つんだよね。何を言ってるかちょっとわかんないでしょう。早速、ご覧に出ましょう。もう、わざわざここアスレチックする必要ありません。で、こんな感じで、ほいよ。壁を、登ることが、できます。オッケー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 。もうティラコレオさえいればこんな感じでギミックをガン無視で進めるね。んでほらポンプショットガン持ってきたからここで出てくるコウモリも余裕でぶっ飛ばせるね。なんならおいよこうやってすっ飛ばすこともできちゃうんだよね。体が小さい上に機動力あって機乗射撃もできて戦闘も強くてしかも騎乗射撃もできる。こいつがアークミンの洞窟の相棒であるゆえんだね。でまあこのままティラコレオで突っ込んでってもいいんだけどレベル300レベルの化け物がいっぱいいるんでメガテリウムで攻略していきます。あれこれ来たんじゃない。オッケー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 、やっと来れたわ。もうえ、ここで合ってるよね。もう、ちょ、ティラコレオ体でかすぎるんで仕方ない。俺の足で行こう。ほいよと。お、あ、やったぜ！オッケー、そうだよな。さすがにこれ以上の。いや、油断するな。いや、さすがになんもないか。え、やっとアーティファクトあったね。さすがにこれ以上やばい仕掛けはないと思うんだ。危な。おい、危な。詰むところだったんだけど。残念でした。ティラコレオいまーす。オッケー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 。今度こそやっと回収できたティラ、賢者のアーティファクトだね。あれでもなんかこれだけか？もう一つなんか特別なのある感じのことをお話伺ってたんだけど。お、なんかある。え？ To sacrifice little is to gain little。 ちっちゃいのをゲットするためにちっちゃいのを捧げようみたいなこと言ってるね。うわ、おっぱいだ、エッチだ。なんだこれ。おお、ただの穴。あー、なるほど。え、生贄が必要って聞いてたんだよ。ここに生贄落とせってことじゃない？で、そうそうそう、ここね、堂々持ってった方がいいよって聞いてたからね。今回堂々持ってきたんだけど、ここで役に立つっちゅうわけか。まあ、ティラコレオで回収できるから、ほい、行ってこい。え？あ、開いた。どうぞ焼かれたんだけど。嘘。かわいそう。なんだ。ダークネスキャンノットドライブアウトダークネス。オンリーライトキャンドゥザット。ほんほん。ダークネスはダークネス。みたいなこと言ってるな。お、どんどん遠くなってく。え、大丈夫これ。ダイパのさ、謎の場所みたいな感じになってるけど。俺信じて前進みよ。後ろ見とこう。ん？なんか今やばい音してなかった？え？え？え？何か起きてる？ん？あ、やばい。弾。ちょ、弾。さすがにこんなところで終わりたくない。あっぷれ、なんとか乗れた。終わるところだった。暗すぎて何も見えん。わっぷな、暗すぎだろ。動画の絵的にもよくねえしよ。本性のフラッシュでなんとか周り見えるか。あと80回分フラッシュがある。これで周りを確認しながら行こう。あ、オッケーオッケーオッケー。なんか出たぞ。入り口じゃないね、文字がないから。でも行き止まりなんだけど、どっかにスイッチあったりしないか？あ、ボタンある。よかったー！あ、やっと出れたー！わかるかい！
オッケーオッケーオッケー、やっと出れた。で、ちょっと一応ね、広いところに出て戦闘あった時用にティラノサウルス持ってきてます。ほら、この野郎、なになになに、オオカミの鳴き声がする。え、怖い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 、え、なにこの透明なオオカミ、俺が熱中症だから。なにこれ、ショートヘアベースも白いんだけど。あ、で、なんかバリアある。え、なにこれ、どういうこと、何をすればいいの。俺は周りシールド囲まれて出れなくなっちゃった。で、アーティファクトがここにあるんだ。お、2つも一気にもらえる。いや、そうだよな、今のところ2つ3つもらわねえと割に合わねえよ。ねえ、これ透けてるよね。そうだよね、俺が熱中症だからじゃねえわ。これメガロケロスは普通らしい。無限に湧いてくるんだけど、だんだんレベルも高くなってない。え、これ大丈夫。あ、魂を沈めたらって。あ、アーティファクトの入り口開いた。よし、オッケーオッケー、取れたね。そう、一番最奥まで来たら白いやつを倒せば魂を沈められて、で、アーティファクトへの道が開かれるっていう感じだったんだろうね。あ、普通にこっちか。ここで合ってるよな、出口は。おら、よーし。え、ここで合ってるよね。うわ、また暗い。いや、まだ続きそうだぞこれ。ほんとにやりたい放題じゃないね。あ、で、松明あればめちゃくちゃ明るい。いや、松明が必須だったんだな。あく1300時間やってきて、俺松明動画初めて作ったわ。このゲームの松明の需要ってとんでもなく低いからね。うわ、なんかあるぞ。え、扉開いた。あ、なるほどね、そういうことだったんだ。俺出口から見つけてたんだ。洞窟探した時、俺こっから、ここを最初に見つけてたんだよ。入り口どこだってわちゃわちゃしてたけど、出口だったんだ。なるほど。よし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 、オッケー、無事攻略できたぞ。1/2は。そう、実はね、ここで一つお知らせございまして、実はまだ1/2しか攻略してないんですよ。というのもね、ここね、今右ルート来たじゃん、火を吐く像のところ。右ルートと左ルートあって、それぞれ別のアーティファクトが手に入るらしい。めんどくさい。じゃあそうしましたらね、もうせっかくなんで今日でここの洞窟とおさらばしましょう。オッケー、そうしましたら一度拠点に帰って準備整えて、試練の洞窟左ルートも攻略していきますか。よし、やっていきましょうか。残すところは多分1/2、左ルートだね。左ルート、一番最初のギミックを加えた後の右左の分岐ルートを俺今右攻略してきたところなんだよね。次は左ルートを攻略していきましょう。さあ、こっからだね。オッケーオッケー。で、いつもはね、ここの左側のボタンを押すと、右側の扉が開くから、あそこに行けばいいんだけど、多分対角線上にボタンがあるってことだと思うわ。ほら、あったあったあった。ここにあるボタンを押せば、右側の扉が開いて、ん？あ、押せないタイプのボタンだ、これ。一番最初のギミックにもあるけど、いっぱい押せないタイプのボタンがあるんだよ。じゃあ、あそこプラフだわ。これはさすがに違うだろ。これも押せない。これだな。いや、違うんだけど。え、もしかしてこれ？あ、これだ。いや、あれどう考えても壊れてたけどね。もしかしたらボタンはあれ飾りで、リモコンみたいな感じになってるのかもしれない。あ、オッケーオッケー。ほんとだ、水だね。左側ルートはスキューバタンクが必要だよって聞いてたんで、スキューバタンク用意してきました。ついでに、だいぶ前に捕まえたイクチオル肉。暗いな。お、新しいところ来たな。ワンドアクローズズ。アナザーワンオープンズ。ふえ。一つ閉じたら、一つ閉じるみたいな感じだね。一応出してくか、ティラこれを。あ、いい、やっぱりね。
知ってました。そう来るだろうとは読めてました。聞いたところによると、ここは事前の下調べなしでの攻略が推奨されてないダンジョンらしいです。マジでわけわからん。アークの洞窟は基本的に事前に危険を察知できる、もしくは準備を整えてれば初見攻略可能なダンジョンしか俺今までやったことないんだけど、免疫とか包括の洞窟でさえさ、ちゃんと対策すれば初見攻略は可能だと思うけど、マジでここの洞窟に関しては初見攻略させる気ないよね。はっ、危な、まだ死ぬとこだったんだけど、ボタン押したら上からティアが降ってきたんだけど。んーで、これはどっちが正解ルートなんだ。右と左分岐だね。扉どこも開かないんだけど、これもしかしてあれか、順番通り正しく押せみたいな。何これ、ボタン6通り全部試しても開かないんだけど。やっと開いた。オッケーオッケー。何これ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 、時計だらけの部屋に来たんだけど、まあまあパッと見そんなに難しいトラップはなかったかな。まあ最悪ダメージかこれゴリ寄せるし、でこれで向こうのボタンが開いたんだと思うわ。ほらよー、はいおゆう、わでまた迷宮っぽくね。はい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 、で3つ押した後にこっちが開くから、ここで戻ってみる。あ、てかここはまだ、いや来たところだよな。だって今来たところ一本道だもんな。アーティファクト、あこっち来てないんじゃない。あなるほどね、今押したどっかのボタンはアーティファクト開く扉と、なんだなんだ、いっぱい上がってきてる。なんだ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 、やばいやばい、死ぬ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 、危ねえ、死ぬなかった。さっき真ん中の3つを押して開いた扉のあるところのどっかのボタンがアーティファクトの扉用のボタンと今のところの通路のボタンだったっちゅうことか。いやこんなのわかるかい。てか今の最初の1回のなんもねえよなを確認するためのバックがなかったら絶対気づかなかったしね。いやクレートがあるだけかい。えこれ積んでない、さらに向こうに行くためにはどうすればいいの。トゥースピアシトゥピアシブイズトゥサファー、貫きは痛みだみたいな。あーこんなところにボタンあった、わかるかい。まあそれ本当にここのダンジョンはもうんでまたいるな、ワンサがよ、やばくない。うわ、え、やばすぎ、終わる。え、まだ終わりじゃない。もう前死んだところから丸2日ほど経ったね。さすがに慣れてもうやめようかと思ったけど戻ってきました。 OK、 ではそうしましたらね、レベル高いティラコレを捕まえて、でそいつで攻略していきますか。お、やっといた、まともなティラコレオ。おやすみなさーい。よーし、オーケー、テイム完了。まあ、レベル190か。前捕まえたやつよりだいぶレベル高いから、まあ、こいつなら大丈夫だろう。でね、一応対策してきました。パッと見外産だけど100匹以上いたもんね。でも、一体一体強いわけじゃないんで、ロケラン用意しておきました。あともう一つね、兵器作ってくる予定です。まあそこら辺の準備もね、しがてら、また挑んでいきましょう。さあ、オッケー。今度こそ戻ってまいりました。まあいろいろと準備しときました。生贄用の堂々を、まあこいつには今回他の仕事もしてもらいます。に、ティラコレオ、そして、
必須松明、ロケットランチャー、そして各種補給物資に C4 爆弾、これだね。俺も 1,2 回ぐらいしか使ったことないんだけど、まあね、これはその時に説明改めてさせていただこうかと思います。ということで早速攻略していきましょうか。まあまずはさっきのところまでサクッと戻っていきますか。はい、てなわけで戻ってきました。矢の雨ゾーンだね。敵100体ぐらいいたと思うんだけど、そこの一歩手前って感じの場所だね。ではね、そう、対策を考えてきまして、それを説明させていただこうかと思います。まあここら辺から展開しよっか。ここで持ってきた堂々くんに役に立ってもらいましょう。何をするか、まあ察しのいい方はもうわかることでしょう。と、堂々を出して、あ、もしかして使えないのこれ、洞窟の中で。うわー、マジか。こいつに C4 くっつけて、あそこの恐竜の胸に特攻させた後爆発させようと思ったんだけど、できないらしいっすわ。 C4 設置できないみたい。ほんと制限多すぎるよね、このダンジョン。あー、ティラコレオでも無理だよな。うん、無理みたいだね。特定の洞窟だと、こういう寝袋とか置けなかったりするんだけど、ここの洞窟がそうみたい。そういうもんだと諦めるしかないね。あ、まあ、いっか。では、そうしましたら、まあ、一応ね、ロケランは持ってきてるんで多分大丈夫でしょう。でも多分ロケランって成功法じゃないよね。成功法だとどうやって攻略するんでしょう、ここ。まあ、よかったら成功法の攻略の仕方を教えてくれ。いや、いろいろと攻略法あった方が楽しいと思うんだけどね。どうやらアクンエ君はそれが気に食わないみたいで。なんか少なくね？え、終わったんだけど。なんか少なくね、カズ。いや、俺は油断しないぞ。あれ、なんかめちゃくちゃ数少なくない？なんで？え、終わった？え、ちょろ？え、さっきの何だったの？いや、もうここに収まりきらないぐらいぐちゃぐちゃにいたよね。100体やそこらじゃなかったぞ。え、何だったんでしょう？えへ？俺、なんでさっきじゃあ殺されたの？マジで意味わかんなくない？虫歯ぐついたメガテリウムですら全く歯が立たないレベルで秒で殺されたもんな。お、天帝のアーティファクトか、これは。天帝だよな。よし、回収完了。え、ただ理不尽に殺されただけなんだけど。あ、で、オッケーオッケー、こっからは同じだね。まあ一度やったところだから、さっくり流しちゃおっか。あれ、なんだ、鹿がいないんだけど。毎回出てくるわけじゃないのかな。鹿を一匹殺すのがスイッチになってると思うんだけど、鹿いないんじゃどうしようもないよな。ついでにアートファクト回収しようと思ったけど、まあどうせ全部揃えないとボス戦には挑めないんで、一つの種類だけ複数個あってもしゃあねえよな。まあ戻ろっか。はい、まあてな感じで、今日は今度こそ試練の洞窟攻略して4つのアーティファクトを回収することができましたね。ってことで、残すところはアーティファクトはあと1つ。ワンチャン次次回最終回だね。ごめんね、いつもならボス戦アルファまでやるんだけど、さすがにここの洞窟やりすぎて、そんな複数回攻略するモチベないんで、ボス戦攻略、勝っても負けても一度きりっていうことにしようかと思ってました。なので次回ね、残すところあと1つの洞窟攻略して、次次回最終回です。まあ、てな感じでね、今日も無事に、今日こそは無事に試練の洞窟攻略できたし、今回の動画はここまでになります。よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあバイバイ。